まずは先頭9番の河合を切りました。4番の金貝が上がった近畿勢の3、4番手に位置を上げ、6番の伊藤翔太は九州勢の後ろにいます。1番の工藤、8番の国村で現在は6、7番手従いまして、前から後ろまで下げ切りました。河合と越れの関東ラインです。さあ打賞で4番の金貝勇気が積極的に仕掛けて、出して5番の山本が3番手をキープ。これで6番の伊藤が5番手、1番の工藤は6番手、さあ後方8番手からは9番の河合勇也がロングスパートと打って出ます。さあ2番の江鶴を連れてのジャンヨン発進、一気に4番手3番手と攻め上がる。ただ中段で5番の山本外へ振っていく。それでも9番の河合乗り越えていきますが、番手3番の柳爪がブロックに行きます。さあ最終バックから3コーナー、9番の河合の勢いは止まった。3番の柳爪が抜け出していく。そして外外、1番の工藤踏み込まくっていくんですが、届くかどうか。4コーナーから直線コース、抜け出す3番の柳爪、外から迫る1番の工藤文子が1着です。今岡哲司が乗って上がっていく。さあ前から9番の上原、車を下げて現在は3番手。この位置さあキープと行きたいところですが、7番の今岡さらに車を進めていきまして、8番の平岡崎どう出るか。さあ後方の展開嫌ってジャンから仕掛けています。さあ先頭は7番の今岡、さらには2番の大川、そして4番の妖怪地や、その外まで8番の地元平岡崎進軍です。1番の松岡孔明追走、2番の大川に牽制を受けますが、懸命と8番の平尾、7番の今岡を捉えにかかる。今岡も自ら抵抗。ここで1番の松岡孔明、8番の平尾の外どうでしょうか。踏んでいくか。2コーナーからバック、そして9番の上から、3番の吉村、人気の加藤勢も攻めがある。1番の松岡が先頭も、ここは9番の上から3番の志村でまくり切ります。さらには5番の土屋裕二がその後ろ、関東勢の後ろ切り替え追走。3番の志村隊がまずは1着か、2着争い。9番の中断スルーか、さらに上がっていくも、7番の下岡が瀬戸に対して突っ張りました。一旦2番の八尋は中断で位置を決めて地元瀬戸を迎え入れるんですが、ここで6番の吉永が位置を上げていきます。さあ吉永が3番手か、いや3番車、三宅の外まで上がっていきました。8番の肥後が現在は3番手、地元の瀬戸を決めに行きますか。さあここは反応して4番の瀬戸、現在は3番手、その後ろ2番の八尋は追っていきます。1番の菊池は現在は後方位置に7番手からロングスパートで追っていく。競争は最終周回、7番の下岡由紀の先行、一気に1番の菊池が捉えましたが、9番の佐藤和也が口が開いた。そして5番の吉田も佐藤と連結が外れています。さあ1番の菊池がまずはまくって、9番の佐藤が差を詰めて、そして5番の吉田が追い上げる。3番手には7番の下岡います。2センターから4コーナー、なんとか合流。東の遠征メンバー上位独占体制持ち込みました。1番の菊池俊太郎を押し切って、9番佐藤、そして5番の吉田。ところでまずは先頭を立ちました1番佐藤智也のインギリ、下げた8番の山本健也の外のコースを広島コンビが上がっていきます。6番の岡崎圭介が先頭を立って2コーナー、さあ打賞で2番の岩谷拓磨が仕掛けていく。9番の島田が踏み出しに少し口を開きましたが追っています。4番の地元井出竹島でまずは出ました。6番の岡崎圭介、4番手のイン、外には8番の山本健也、8番の山本仕掛けるか。後方となったのは北日本勢です。さあ競争いよいよ最終周回、8番の山本健也が2番の岩谷を叩きます。ただ岩谷も抵抗、現在岩谷が8番の山本に合わせてどうでしょうか。2コーナーからバック合わせきれるかどうか、もがき合いが続きますが、バックで蹴りをつけた2番の岩谷拓磨合わせ切りまして、9番の島田良二追走、そして4番の地元入れられますが、7番の上野慎吾に打ちどうでしょうか、締められています。直線コース、先頭は2番の岩谷拓磨、9番の島田良二とワンツー決着。3番の西田たところで5番の木村が先頭へと立ちます。4番の大谷は車を引く。ここで6番の太田が車を上走させていきまして、5番の木村のさらに前を切りました。さあ関東勢も上昇していく。7番の早坂周吾が2コーナーからバックにかけて、さあ踏んでいきます。打賞3コーナー、前段は関東勢、ここを7番の早坂周吾からの南北ライン叩きに行く。1番の成田、そしてちょっと口が開いた8番の柴田までできりましたか。いや、ここに4番の大谷が飛びついていきました。6番の太田はこれで現在5番手、そして後方となっているのは5番の木村、3番の賀野、中四国ラインです。最終2コーナーからバック、さあ先頭は7番の早坂、後方から仕掛けるか。6番の太田が後ろ中段からの先まくり、6番の太田のまくり、おっと外へと浮かされました。
さあ先頭は7番の早坂、追走は1番の成田、こらえて追走8番の柴田、そして9番の坂本翔太郎がここで伸びてくるが、まずは7番車1番車の1着争いか。ここに9番の坂本もいい伸び。先に上がっていきます。2番の山田陽平連れまして、まずは九州勢が前を切り、ここを近畿勢が抑えていきます。これで6番の佐々木は前から下げての5番手、1番の原田健太郎候補を7番手で足を貯めるか。さあ2コーナーからバック、8番の池野健太まずは主導権を握りました。これで3番の三谷が番手、5番の松川は射程圏か3番手、そして6番の佐々木が5番手、1番の原田健太郎候補を7番手から3ジャン4一気にスパートいたします。最終1コーナーでは4番手3番手で上がる5番の松川のブロックも難なく乗り越え、そして番手発進3番の三谷も一気にまくりで飲み込む1番の原田、追走7番の浜田が3番の三谷に絡まれて、なんとか1番の原田ついていきたいところでありますが、ここで2番の山田陽平外を追い上げていきまして、1番原田の後ろは2番の山田、4コーナーから直線2番の山田陽平のスピードが1番原田健太郎のまくりを捉えています。3番います。さあまずは7番の坂本が前を切りまして、そこを9番の藤井が抑えていく展開も、1番の小川慎太郎が位置を上げていきます。さあ一気に前に立とうというところか。2コーナーからバック、ただ9番の藤井が踏んでいきまして、1番の小川慎太郎3番手に切り込む、ただ8番の武田勝之ここは守りましたか。1番の小川慎太郎外踏んでいくんですが、一旦車を下ろして4番手です。さあ7番車の坂本周希が現在は7番手、ちょっと6番の峰重の内に詰まっております。4番の小野裕二短期最後尾です。さあ競争最終周回の1センターから2コーナー、9番の藤井エイジの先行、1番の小川慎太郎がまくっていく。さあどうする、2番の村上に番手から出ますが、1番の小川慎太郎にちょっとタイミング遅れて、5番の柏野さばく、2番の村上に2番手、5番の柏野が3番手、そして追い上げる3番の伏見俊明が4番手、4コーナーから直線、1番の小川慎太郎が1着、2着2番の村上、3着は5番の柏野。入ったところで先頭8番の瀬戸の前を1番の根田が抑えて、さらに抑えていきまして、6番の伊藤と島佐であります。1センターから2コーナー徐々にスピード上がっていく、9番の稲毛健太がスーッと上がっていきます。そこにうまく乗っていくか岡山勢、ただ9番の稲毛は3番手、ここを決めていく。さあ3番の片岡義が7番の三宅を連れて仕掛けていく、1番の根田は現在7番手、8番地元瀬戸は最後尾となりまして、競争いよいよ最終周回、3番の片岡義が最終主導権が、いや9番の稲毛健太仕掛けていきまして、空いた3番手を決めに行く。これで6番の伊藤は4番手インに詰まりました。ここで1番の根田隆が仕掛けていく。さあ2コーナーからバック3番手、9番の稲毛、ここは7番の三宅達也が持っていく。2番の東口がその懐空いたところを救っていきます。さあ3番の片岡、そこを9番の稲毛が捉えて、2番の東口合流、3番手は7番の三宅達也、4コーナーから直線、最後のゴール戦、9番の稲毛か2番の東口。外一旦抑えて4番の藤井が赤番周回、1コーナーではさらに7番の吉田拓也を抑えます。7番の吉田は車を引いて、そして9番の竹内でありますが、少し5番の須永の牽制を受けましたが、さあ車を進めていきまして、ジャンデ4番手、さあ7番の吉田がここで抑え込まりました。先頭は4番の藤井、中段のもつれを作って主導権を握ります。さあ競争いよいよ最終周回、しかし9番の竹内優作が仕掛けていく、2番渡辺智の牽制を乗り越えましたが、3番の山口富美が口が離れている。3番の山口、現在は6番の石田と4番手でバッティング、ここを7番の吉田拓也が狙いすましてまくり上げる。さあ9番の竹内優作裸逃げ、ここは悠々7番の吉田拓也が捉え、1番の和田圭ピタリと追走、そして5番の砂川優太までどうやらできった。4コーナーから直線コース、7番の吉田拓也、これこそ本領発揮の1着ゴール、1番の和田圭、そして5番の砂川。赤番周回入ります。この難関勢の動きに対して5番の不破は1番松本を抑えます。7番の野田は車を少し下げての3番手位置、4番手以降距離ありまして、5番の不破正人、1番の松本を執拗に警戒抑え込んでいます。
さあ鐘が入りました。先頭は3番の村上直久、後ろが来ないならばこのままかけてということになりますか。5番の不破雅人が中段の4番手はキープ、車間を詰めていきます。これで1番の松本は前とは遠い7番手となりましたが、さあホームからまくり上げる5番の不破雅人、4番手からの発進です。3番の村上直久踏んでいく。7番手の野田源一は現在6番島野のうち3番手内に詰まる展開。後方からは1番の松本高春のまくり、9番の小倉隆二が追走。さあ5番の不破、2番の笠松、その後ろは8番の渡辺勝弘スイッチ、さらには7番の野田源一が内地、おっと9番車小倉隆二に落車のアクシデント。直線まずは5番の不破雅人、8番の渡辺勝弘。前5番の谷口が切っていく。そして4番中西、6番鷲田、近畿勢も上がっていきます。さあ5番の谷口が切って、さらに4番の中西が抑えて先頭に、9番の月森涼介も位置を上げていきます。さあ岡山コンビは位置は取らせないとばかり5番の谷口、3番手はキープ。これで岡山コンビは5、6番手、1番の新さんは後方7番手から2センターから4コーナーかけて発進を取るんですが、前が踏んだ、ピッチが上がって1番の新さんは後方、地元両者は8、9番手の展開、競争最終周回。4番の中西大が先頭をかけて、3番手車間を切って5番の谷口、そして9番の月森が現在は5番手。さあ2コーナーからバック、まくり回った1番の新さん、7番のどうでしょうか、井上雅樹そこに乗る。さあ5番の谷口が3番手からまくって4番の中西とのもがき合い。さあここは展開向いたか、1番の新さん、2番の戸田も位置を変えて現在は3番手も、まずは1番の新山恭平か、5番の そこを追っていきまして位置を上げていきそうです。さあ5番の山崎をまずは6番の広田が抑えました。さっと山崎車を引いて、空いた3、4番手に近畿勢収まりまして、さらには神奈川コンビ5、6番手から2番の桐山慶太郎位置を上げていきます。さあ鐘が入りました。6番の広田が流すところを2番の桐山がここを叩いて位置を上げていきました。5番の山崎健と仕掛けて追走は1番の佐藤浩二、8番の谷は前2人と連結外れて現在は7番手あたりか。さあ5番の山崎健と1番の佐藤浩二、地元両者が出た。9番の元綱優が2番の桐山の位置を決めて3番手、近畿勢現在は3、4番手から9番の元綱縦に踏んでいく。さあ5番の山崎健と1番の佐藤浩二、その外に9番の元綱有山が、1番の地元佐藤はここはしっかり合わせきる。3番の神田光介コースを探るか、直線伸びるか。先頭は5番の山崎健と、しっかり押し切り、1番の佐藤浩二着で地元の